特殊メイクでセルがおじいちゃんに大変身。いたずら大好きのセルが街にいたずらせばたちまち大パニックになる。果たしてセルおじいちゃんはどんないたずらを仕掛けてくるのか。セルおじいちゃん、まずは電車に乗車。この変装で一体どんないたずらをしでかそうっていうのか。どうやら立ったまま居眠りを始めてしまったセルおじいちゃん。眠いだけです。こちらのおじさん、本気で心配してくれてます。ちょっと眠たかっただけです。飲み物、お茶、お茶ありますか？お茶はない。お茶、飲み物ってここは電車の中だよ、セルおじいちゃん。ああ、よっぽど喉が渇いたのかポスターまで取っちゃった。で、どうするつもり？ざわめくみんなをよそに知らんぷりでごっくり。セルおじいちゃんの不思議ないたずら大成功。うまく驚かせた後は本当にお茶が美味しいね。さてと、セルおじいちゃんの不思議ないたずらはまだまだ続く。いたずら大好きのセルおじいちゃん、続いてやってきたのは日曜日の遊園地。ここではどんないたずらを仕掛けおったのかな。愛想を振りまきながら人がたくさんいるところで、まずは小手調べ。おっと、危ないよおじいちゃん。いつにも虫で倒れてます。セルおじいちゃんのいたずら大成功。さてさて、次はどんないたずらをするつもり？みんな何かの一番面白いですか？はい、じゃあわし耳遠いので大きい声でお願いします。あ、おいしいですか？聞いてみて。どうしちゃったのおじいちゃん、風邪ひいちゃったかな。
驚かせすぎちゃったかな。セロおじいちゃん。